だんだん機嫌んでよ。フルーツもいっぱいパラダイス。ただいま14年と6ヶ月経ちました。それで14年目から15年目かけて、今年中でありますけれども、いろんなことを計画をいたしました。そのうちの一つがイースター島へ行こうということであります。お客様に、いろいろと品物買ってポイントを貯めてもらって、そして、抽選券で今日抽選するわけでありますけれども、イースター島へ今日お一人の招待を決めます。今日は本当にありがとうございました。青春時代のあんなかは胸に遂げさす言葉かこちらに応募されている方が見えてます。この方に当たればいいんですが、
違ったな。県外の方ですね。はい、はい、それでは発表させていただきます。大分市の池田様という方です。おめでとうございます。本物のモアイをご覧になって、そしてこのサンメッセ日南のモアイをまた再び眺めるというのは違った感慨深いものがありますか？もうそれはやっぱしね、向こうな歴史があります。こちらまだ15年ですけれどもね、これが必ずね100年200年3年300年と経ちますからね。ここにたらまた必ずここに歴史が積み重ねられてきます。はい、何しろ本場イースター島以外はここ宮崎にしかないんですもんね。はい、もうその通りです。世界でオンリーワンです。はい、なんかあの売店には東国原モアイもね、鼻からティッシュが出るのがねあのモアイこの頃ちょっと浮気をしようとしてますね。ねえ、宮崎の人をなんとか引き戻さないかんですよね。はい、月がちょっと見えたからすごい良かったです。今年初めてここに来たので、また来年も行きたいなと思います。初めて来たんですけど、すごくいいなと思いました。あのモアイがこうライトアップされているのは初めて見たんですよ。でお月様も途中ちょっと見えて、それがモアイの間に見えて、またそれが幻想的 で今の響き座さんの演奏がとっても良かったです。大勢の人が来ていただいてね、去年よりももうだいぶ多かった、うん、こんな嬉しいことないですよ本当にね。あの4月13日が満15年の日です。でもう一人あのイースターとね抽選して、そしてイースター島の方へねお送りをして、向こうもね待ってくれるんですよ。そしてまあ親善のね大使みたいな感じでねやっていただこうかなとか思ってますけどね。もう皇帝吹っ飛ばせですよ本当、うん、必ずまたねあの宮崎にお客さんたくさん来られてありますよと思ってます。